谷村圭介から1877年3月4日は、日本の陸軍軍人である。最終階級は五町。陽名は、諸次郎。嘉永6年2月13日、日向国所県軍、倉岡村の郷志、坂本里恵門、梅の次男として生まれる。生後3ヶ月で母梅が急死。しばらく近所の間でたらい回しにされたが、 最終的に当時9歳だった姉の朝が、親代わりとなり、一里も離れたところへ圭介を抱いて、もらい父に出かけたり、思いを飲ませたりして育てた。4歳の時、谷村平米の養子となるが、平米は1821年に死亡していたため、形のみの縁組であり、その後も、実家で育てられた。6歳になった諸次郎は、 津山県裁のもとで読書と書道を習い、その後、寺子屋敷で、約2年、加藤丹祭に指示。剣術は、石川与左衛門と、田中六左衛門について次元流を、槍は、尾形七郎左衛門、弓は、佐竹太郎左衛門、馬術は、川口雄右衛門ののこ強右衛門のから、それぞれ、手ほどきを受けたが、いずれも、免状を受ける意気には達しなかった。15歳の時、 原服して、名を圭介と改めた。1869年1月2日、和佐の夫、加藤敏之と共に立志して密かに郷里を出、鹿児島の園田塾に入門しようとするも、番書抜けの罪で捕らえられ、郷里に送還される。翌1870年、府警の了解を得て、通関手形も取得し、晴れて、園田塾に入門。翌年、いとこの丸、 関元後衛門の長女豊と結婚し、後に、和目を設けるが、わずか生後42日目にして顔も見ぬまま、溶接してしまう。1872年2月7日、軍に入隊。当初は、鎮税鎮大鹿児島分営に入り、7月に、熊本鎮大本営に移動する。翌年6月一等卒を拝命。1874年、佐賀の乱に出生。 単身先行し都戦を調達して、窮地に陥った部隊を救った。この功績が認められ、6月、陸軍五朝に昇進。また台湾出兵で従軍。1875年3月10日、熊本鎮大にあった第11、第13、第19の各大隊が一斉に解体され、新たに不評第13連隊。 同不評第14連隊が編成された。谷村は1876年2月、不評第14連隊に編入され、小倉に在位することとなった。10月、上風連の乱で、熊本に使わされ、14連隊に派遣されていた、陳大英治本部、大阪直都市大尉の護衛を務めた。これらの選考から野木丸助連隊長の推薦で、12月に、 熊本不評第13連隊第1大隊第2中隊に転属した。在営中、西南戦争が勃発し、熊本城は薩摩軍に包囲された。2月22日に戦闘が始まって、以来、外部との通信の術はすべて断ち切られていた。熊本賃代司令長官、谷立旗は、本部に密使を派遣することにした。まず、会計部州国家監獄。 シシド・樹を派遣し、続いて、布田直樹オオキ、古道・秀デの二人が連絡に脱出した。しかし、布田タ、古道は、道中捕まり、斬殺される。これを知った谷は、直ちにシシに続く、第二の使者を送り出すことにした。2月25日、牢城戦で城の南西面北家坂上の陣にあった、谷村圭介は、司令部に呼び出され、連隊長心へ、 川上総六少佐の説得を受けた。腹を決めた谷村は谷の元へ向かい、密集として脱出することになった。当時の状況を谷は以下のように記している。元来この男は宮崎県の出身で随分沈着な男じゃったが、かねて小倉の軍隊で五長を務めており、神風連の騒動の時に野木さんが谷村を選んで、この男ならば、 大丈夫と思って、熊本に使わしたのじゃが、今度はからずも、その密指定を選ぶというと、不思議にも人の見るところが、同じようなものだと見えて、またもや、谷村五長ということに決した。で、谷村を召し出すと、この男は未だ二十四五歳の若者であって、いかにも口数の少ない沈着な男らしく、谷村は、密使の命を受けて、 ただ一言灰と挨拶しただけで、二十六日の夜半、草木も眠るという頃合いに、しからば、皆さんと振り返って一言の挨拶をしながら、平然として城を出て行った。二月二十六日午前一時、谷村は、鍋炭を全身に塗り、つづれ桃引きを履き、島の斑転に縄帯を締めて百姓姿に変装。夜陰に及んで城を出た。本名寺の裏山に出て、途中、 捕獲されたが脱走。二十七日にも、吉次峠で、笹ともの隊に捕らえられたが、四日後に脱走。三月二日、午後、万難を排してようやく高瀬の第一旅団本部に、達するも、今度は、殺軍の密定と疑われ捕獲。幸いにも、佐賀の乱の時に上官だった、旅団参謀山脇隊員によって剣技が晴れ、司令長官、野津静ず少将に、 城内の状況を報告。援軍の確保に成功した。こうして、官軍の勝利に貢献した、谷村だったが、それからわずか2日後の3月4日、田原坂の戦いにて戦死した。去年23。明治15年、谷立木自身の発案で、谷村圭介の木佐尾を混流することとなり、翌1883年3月2日。 安国神社境内に混流された。これを機に、谷村の功績を再評価する声が高まり、1924年2月11日には、東宮広人と国宮良子との懇議を祝して、15位が贈られた。また、谷村の功績は、中君愛国として、第一期国定教科書に載り、広く国民に親しまれた。 同内容は1932年まで掲載された。尋常小学校3年の昇華も1905年に、作詞、作曲された。熊本老城団 P43、AB 熊本県観光サイトなごみ気候ナン、no. バー049、田原坂で戦死した、陸軍号長、谷村圭介、伊佐夢友幸編、実録田原坂戦記 P182 秋書防。 1990年、熊本城公式 HP 城内ガイド店主閣、ウトヤグラゾーン。ありがとうございます。